赤月岩なりの断定が良し。来たか。戦いは最もたやすいことだがな。所詮は雑魚だ。雑談している時間はない。側門の状況はわからないが、急いで酒場に戻ろう。問題も解決したし、早く酒場に戻ろう。ホフマンが戻ってくる前に。ホフマンはまだ戻ってないみたいだ。間に合ったな。なんとか解決した。それは良かったな。騎士団はスライム皮肉は…ん？旅人、その汗はどうした？どこか出かけてたのか？そうなのか。しかし、なぜ今なんだ？おい、どうするんだ？ホフマンが疑い始めてるぞ。すまないが、そこの人、少し聞いてもいいか？ディルック様、今日のバーテンダーがここを出たりしなかったか？まずい。他の客に聞いてるぞ。バレる。ああ、旦那。いやいや、ディルックさんはずっとカウンターにいたぞ。そうか。ホフマン殿、君が注文していたダンディライオン酒だ。これを飲んだら帰るといい。騎士団のみんなによろしく伝えておいてくれ。いえ、遠慮しておきます。そろそろ騎士団に戻らないといけないので、この酒はディルック様が飲んでください。妙だな。ドキドキしたぞ。絶対バレると思った。それも想定済みだ。だから君たち以外の客はみんな暁ワイナリーのものだ。まさかの全員桜。全員じゃないさ。正確に言うと俺以外はだ。ガイア、なんでこんなところにいるんだよ。静かに芝居を鑑賞できる場所を選んだだけさ。まさか最初からいたのか。ああ、この闇夜の英雄のアリバイ劇は素晴らしかったぜ。その辺の酒よりもはるかにうまい。
それでこの件を騎士団に報告するつもりか。俺のことをよく知っているくせに告発なんかに興味はないぜ。ただ単にモンドの闇夜の英雄がどこまでやれるか知りたかっただけだ。やっぱりお前はいつも俺の期待を裏切らないな。君の期待に応える義務などない。ああ、分かっているさ。しかし一番意外だったのは、孤高の闇夜の英雄が他人の助けを受け入れたことだ。申し訳ないが、本日の営業はここまでだ。お帰り願えるか。はいはい、いいさ。今夜はもう酒で盛り上げる必要もないしな。でも出る前に一つ言いたいことがある。聞こう。ディルック、お前にこの助手がいて俺は不思議と安心したぜ。素敵な夜を。じゃあまたな。ガイアのあの言葉、どういう。あいつのことはいいんだ。今回はいろいろとたたさった。これは礼だ。おお、ありがとう旦那。一人で行動することに慣れてはいたが、君たちの手を借りるのもなかなかに悪くなかった。今後何か助けが必要になったら僕のところに来るといい。